チャンネルです。ちょっと運転してます。おはようございます。おはようございます。ということで今回は行くよ。行きますか。聖地に行くよ。聖地。あ、待って、合流彼は運転が苦手です。苦手です。安全運転です。今回はどちらに。今日はですね、はい、まあ、我々特撮 OB じゃないですか、はい、いわば、はい、地球の平和を守っていた我々は、あ、ちなみに万平もいますそして、あ、全然特撮関係ないんですけど、あの後輩の山本哲平と言います。哲平も参加してます。お手伝いに来てくれました。ありがとう。はい、はい、そう、我々特撮 OB じゃないですか。はい、いっぱいこうやられる場面もあったじゃないですか。ありましたね。やっぱり特撮作品でやられといったら爆発。はい、はい、爆発といえば、はい、そう、はい、岩船山でーす。そう、全体ではもう必ず行く場所の一つで、岩船山って言って、こちらで結構戦うシーンだったりとか、そう撮るんだよね。お二人がその劇レンジャーやってた時もそこで撮影とかってあったんですか。もちろん、めちゃめちゃあったよ。あ、そうなんですね。そこで本物のナパームを、はい、後ろで爆発させて写真を撮る動画を撮るっていうのを今日やりたいと思います。ってことは今回は岩船に行き、久しぶりの爆破を味わいましょうツアー噛むねー味わおうツアーということでよろしいですか。特撮 OB が行く、はい、岩船山爆破撮影ツアー。よいしょー。今から俺ら爆破されに行く。爆破されやられに行くわけだ。そう、爆破ってさ、やられだけじゃないんですよ。あ、敵を倒した後振り返って歩いていく中で後ろで敵が爆発するか。確かに一番かっこいいやつだ。そうっていうのもあるから、まあ、やられ、はい、逃げ惑う感じ取ったり、一発ちょっとかっこいい決めポーズ取ったり、怪我した仲間を支えて歩くみたいなことが取れたらいいなって。すっごい案件っぽいじゃん違うの。完全実費です自費ですダメか、そうチャンネル。まだ案件は。でもね、そうチャンネルってのも言わずにもう普通に予約した他にお客さんもやっぱ来てるわけですよ。特撮好きな人が多いんじゃないかなと思う、はい、確かに。もしかしたら気づいてくれる人もいるかもしれない。今日のあれですよ、ヘアスタイルなんてもうまさにあの視察剣の、うん、久しぶりに見たわ。久しぶりにちゃんとセットしたし、久しぶりにほっぺたのひげ剃ったあ、マジ、うん、興味ねだからね、今日はコスプレします。お、我々さすがに本物とか使っちゃうと、うん、一応ね、本物の当時の衣装とかも僕持ってるんですよ。へー、それ着ちゃうと怒られるかないや、可能性あるよね。ねえ、確かにね。一応ね、サイブレードは買いました。そうじゃん、武器ね。サイブレードは買ったんで、そこはでもまあおもちゃだから大丈夫かなって。サイブレード大丈夫？サイブレード構えるんだ、バカ。構える。ずる。トンファは？トンファはね、到着1ヶ月後だったはい、ありました。来たー、懐かしい。岩船です。よくロケバス登ったよね、ここの坂。登ったよね。うわ、懐かしい。俺、あそこから、あの下に多分池があるんだよ、左の坂の下。うんうんうん、あの池に入ったことある、多分。やば。うわー、あっち側とか撮ってるな。装着しましたー。そうだね。全部瀬戸さんが用意したんですもんね。うん。すげえよ。見て、激チェンジャーみたいな。やっぱ激チェンジャー本物使うと怒られちゃう。うん、これね、すごく似たデザインなんですよ。そう、この黒にね、オレンジの、これこういう風でしょ。ただこれね、万平くんの分届かなかったんで注文はしたんです。多分今頃届いてると思う。ああ、いいですね。
これをこうやってたの初め、はい、こうやれって怒られてる、胸を見せろ、これぐらいで、あら、なっちゃいました。これ当時のやつなんですか。当時のやつ、すごい綺麗、やば、いや大事に使ってくれてたんだね。うわすごい、使ってあるのこれ。これね、こう普段こうですね、太陽を磨いて己の、え、ちょっと流れでやってみて。まずデッキチェンジャーにこれが入ってるのをキャッチする、後ろに回す、時存せ獣の刃ビーストオン。え、後半どうやって変身したの。後半はぁ、あ、テンション上がるね。上がるよねえ、自分の準備すごくない。お前のも準備したじゃんか。なんかさ、お前そんだけ手袋とかあってさ、撮影協力してって言われてさ、俺これだけ。なんかすごい差じゃない。そう、なんかさっきね撮ってる方だっているんですけど、すごいのよ、タキシード着たり、もうライダーベルトしてるもんパンみたいな。大丈夫、俺大丈夫だよ。すみません、こういったチャンネルも私もともと戦隊の、お、で、ちょっとお邪魔して、はいはいはい、撮影 OB が体験してきた、久しぶりに撮りたいなと思って。じゃあ皆さん、やっぱりそうなんすごい、思い出の地に、思い出の地に、すごい。え、それは仮面ライダー名とか言えちゃうもんなの。激レンジャー、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 はい、仮面ライダーゴースト、はいはい、あれゴーストの、あれなんか今日格好した方、ゴーストのこのコスプレというか、あ、もし、でも僕のことを知らなかったらすごい楽しい。いやいや、でも誰ですか。仮面ライダーゴーストのファンの方が、ファンの方が、ゴースト来てくれてるの、ありがとう。ゴーストで誰が好き。全部好き。最高の答えいただきます。はい、ポーズして。レンはレンはポーズ、かっこいい、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。泣いた泣いた、やっと泣いた。大丈夫だよ。怖かったよね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ちょっとほら、タッチタッチ、ブータッチ、イエーイ、イエーイ、よかったね。ありがとうございました。すごい記念になりました。今日ちょうど誕生日で、おー、1年になりました。すごい。すごい。ね、よかったね。ありがとうございます。ガチガチ。すごい嬉しい。さあ、嬉しいですね、これは。嬉しいよ。すみません、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。総演の方とか、総演の方、現場でやられた方なので、あの一緒に共同でやる、はい、一緒にやってます。桜井と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に現場でやられてる方らしいので、もしかしたら、あの仮面ライダーゴーストと、ゴースト、はい、あと昔の激レンジャーっていう、あ、激レンジャー、なんでやってました。激レンジャーやってますね。激ブルーで、僕激チョッパーです。白いジャージのお待たせしてます。よかったです。いやいやいや、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみ、楽しみだね。ありがとうございます。見てました嬉しい、憧れると嬉しい。よろしくお願いします。ちょっと YouTube の撮影、あ、こちらもちょっと YouTube の撮影。はい、総太郎の総チャンネルと申します。もしよかったらお話言ってちょっとお伺いしてもよろしかった。もちろん、映っても大丈夫ですか。あ、すみません、フリー素材なんです。フリー素材って言うな。はい、まず自己紹介お願いします。はい、総太郎の総チャンネルから参りました、昔激チョッパーとして地球の平和を守っておりました総太郎です。お前撮る。そんないい天気なのにもう桃引き入ってめちゃくちゃジャージ。あ、これちょっとカンフーっぽいかなと思った。あ、まあ、でもちょっとさ、こうフレアしてて、当時もちょっとこう下が広がってたのよ。はい、やば
デジブルーの。デジブルーの。青い靴よ。青い靴。ねえ、ねえ。こういうの切っといてよ。これめっちゃ動けるか、マジで。よかったね、これ。着替えまーす。本当こんな暑い日に桃ひとかするけじゃないよ、ね、いや、そう太郎さんも履いてるんですか。あー、でもなんか、そう太郎さん、そのイメージすごいある、はい、さあ、着替えが済みましたよ。いいですね、バッチリですね。大丈夫、ねえねえねえ、脱いでますよ。ねえねえ、なんで脱いでるの。恥ずかしくて脱いちゃった。なんで脱いでるの。お前なんかすっごいかっこいいよ。本当、精神が触れた爆発へようこそ。イエーイ。で、爆破は我々が3、2、1という形で爆破をしますが、ゼロのタイミングでこの、マーカーの内側にはいないようにしていてください。逆に言いますと3、2、1のカウントの間に例えば走ってきてゼロの時でここにいる分には OK です。ああ、なるほど、はい、ぜひぜひ、まあ、ジャンプをしたいであるとかなるほど、ね、あ、なるほど。爆破写真をお楽しみいただければと思います。じゃあ、データとかも大丈夫です。リハーサルやりたいと思います。リハーサル爆破いきます。3、2、1、ドーン。それでは、あと1分後の爆破になりますので、最終準備、よろしくお願いします。3、2、1、バーン。どういう感じ？どういう感じ？あー、めっちゃ今のいいと思いますよ。それでは、第一発でナパーバッカー参りたいと思います。それでは参ります。3、2、1、はい、一発目終わりました。一発目終わりましたね。どうでした？でも久しぶりだからちょっとわからんよね。目はつぶった。多分。ダメでしょ？ドーン！その時に。むちゃくちゃな音するね。次はあのナパームではなくてね、爆炎みたいな煙みたいな。そうそう。歩く感じ走るんじゃなくて。そうそう、煙だから。もう敵を倒した後。設定としては。うん、どっちかが結構ボコボコにされました。でボコボコにされたのをもう一人が助けに来て敵を倒した後に、なるほど、助けながら、うん、じゃあどっちがやられ役で助け役かって、どっちやりたい？助け役。最後磨いて己の未来を切り開く。なんだっけ、レイジングアビリティ、レイジングアビリティ、チョッパーだったな、当時は。誰も反応すらないもん。みんなご自分の撮影で一生懸命僕らを見る余裕なんてないんです。いいとこだね、イガフね。イガフね、いいよ、ちょっといいよ。もっと時間あったらもっといっぱい見たいもん。思い出、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 思い出。緊張してますか？緊張するよ、やっぱり。一回目でちょっと慣れたんだよ。少しね。表情がね、うん、ちょっといい感じになってきた。ありがとう、てっぺ。てっぺどうだった？ちょっと来て。どうだった？いや、いいっすね。いいっすね。ただ、どうだった？お二人が、お気に入ってる表情ですね。全然その楽しめてない感じの、こんなんか。わかる。すごい硬いっす、表情が。今のところただの観光客になってますけど、表情が。今あの岩船観光に来てます。スイッチ入ってなかった、当時の。はい、当時の俺らの顔なくてなかった。普通にただそのポーズなんとなくしてる。もうちょっとやっぱこっち側に欲しいっすよね。あ、いやいや、さあ時間だ。はい、それでは参ります。3、
3、2、1。それでは参ります。最後の中バカです。3、2、1。すげえ。ありがとうございました。ありがとうございました。終わったね。無事に終わりましたね。すごいね。貴重な経験。ね。ありがとうですね。終わってみればありがとうしかないわ。ピッツァ屋さんです。ピッツァ屋さんが、はい、世界大会で1位になってて。いや、1位になってないです。ただ賞取れればね、あれだったんですけど。すごい。ずっとこうピザを。ピッツァや。ピッツァ。そう。まあいいですよ、ピザ屋。マルゲリータだったら1枚3分で焼かなきゃいけないんですよ。そうなんですか。そうなんです。生地を触って、伸ばして焼き上げるまでで3分で。はい、お店やらないでこれをやってる理由っていうのは、はい、この焼きたてをすぐ食べてもらいたいから。ああ、なるほど。やばい、これは。めちゃくちゃすごい。こんなに早くできるんですか。やばっ。うわぁ、すごい。凄まじいぞ、これは。これはすごいぞ。すぐ食べて、食べて。いただきます。はい、どうぞ。取って取って取って。うわ、これやばいよ。ふわふわ、すごいね。いただきます。いただきます。うまっ。まあ、うまいじゃん。めっちゃうまい。マジでうまい。うまっ。ちょっと食べた方がいい。めちゃくちゃおいしい。最高ですね。これうまい。